とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 Y、 ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日ですけども、強い変身ヒーロートップ5を発表したいと思います。まあ、キャラクターのトップ10は発表しまして、次はですね、どのヒーローが強いのか、使いやすいのか、それをねやっていきます。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは早速トップ5から見ていきましょう。第5位はこれです。それでは第5位は、悩みに悩んだ結果、ワイルドボーイですね。1位から4位は結構簡単に決めれたんですけども、5位はね、悩みました。で、僅差でワイルドボーイを5位にさせてもらいます。まあ、ワイルドボーイは、まあ、範囲攻撃の黄昏乱れ打ちで、雑魚戦でもまあそこそこ強いですし、ワイルドアクトでボス戦で1対1にも強いっていうので、まあ、使いやすいですよね。まあ、遠距離攻撃なので、安心してね、遠くから通常攻撃も当てれるっていうのもいいです。で、動きも悪くない、動きの速さも悪くないので使いやすいですね。ただもう少しね、攻撃範囲が広かったらよかった。ワイルドアクトも、まあ、1対1ではいいんだけども、本当にね、複数体にはあれすごく弱いんだ。し、黄昏乱れ打ちも、こう、一直線すぎて、なんだろうね、もうちょっとこう、横に、狂乱のセレナーデとか、あれぐらいの範囲で打ってくれれば、抜群だったんだけどね。ちょっと残念なところがありますけども、まあ、第5位。ワイルドボーイとさせてください。第4位。4位なんですけども、すいません。2体います。2人。同率4位。まず1人目、ミストシャドウ。で、2人目、ディープシャドウギャラクシーですよ。この2人4位です。まあ、2人とも使い分けができてすごくいいんですよね。まず、ディープシャドウギャラクシーは、ボス戦にすごく強いですよね。まあ、全部の必殺技が、攻撃力だし、まあ、特にね、水星ランス。あれがね、結構遠くから当てることができるし、隙が少ない。で、威力も高いっていうことで、もうほんと1対1にね、すごく向いてるキャラクターですよ。ディープシャドウギャラクシー。そして、ミストシャドウ。これがね、雑魚戦にすごく向いてる。ディープシャドウは、まあ、範囲が狭いのよね。範囲が狭い。なので、道中雑魚戦がね、ちょっと苦手なんだけども、ミストシャドウは雑魚戦が得意なんですよ。得意。ブーメランでもう広範囲いけるし、まあそこそこの威力なので、まあ一撃で倒せない時もあるけどね。でも、全然使っていける。ミストシャドウのブーメランはいい。で、さらにサイクロンがいいのよ。サイクロン。あれで、敵をね、確実に防御力ダウンさせるので、他のみんなの、まあ、支援になるのでね、使っていける。まあ、第4位はすいません。2人です。ミストシャドウ、そしてディープシャドウギャラクシーです。それでは第3位ですね。第3位はスカイスネーカーです。アップデ前まではね、ちょっと、そうだね、キャラクターとしては、6位、7位ぐらいの立ち位置かなと思ってたんですけども、必殺技がね、アップデートで、追加されて、まあ、それが強くって、ちょっと3位まで上り詰めました。フィニッシュスティングの威力が、いいね。いい感じにダメージが入るし、さらに、ハイパービート。あれの範囲、広くていいですよね。そして、スカイスネーク。あれで HP 回復する。なんだろうね。何でもできるくん。スカイスネーカー。何でもできるくんです。
なのでおそらく次のアップデート、10月のアップデート、うん、まあ後半に来ると思うんだけども、そこで出てくる高難易度クエスト活躍するんじゃない？うん、自分で回復できるってなかなかのね、うん、いいキャラクターだと思うので、うん、まあ3位スカイスネーカーにしておいてください。では続いて第2位ですね。第2位はアースウォーカーです。まあ新キャラで結構期待のキャラクターだったんだけども、2位ですね。2位マルチで、入ってみるとわかるんだけども、まあ使用率としては、ナンバー2ぐらいの使用率がありますよね。俺は実際のところアースウォーカーを一番使ってます。うん、分かれると思うんだよね、1位のやつ2位のやつで。うん、俺はまあアースウォーカーが好きなんだけども、まあとにかく強い、必殺技が猫エンドが強すぎる、範囲も悪くないし威力が高いので、まあボス戦雑魚戦どっちともでね、すごく活躍できる技だね。でまあバラエティ豊かっていうのもありますよね。うん、バックドロッパーニャオスはまあ遠距離から攻撃できるから、まあ安全に行けるっていう形も取れるし、メモリアルジャンプは自分の周り囲まれた時とかに使うとすごくいい。でローラーダッシュは、まあ、走り抜けるので、まあ緊急回避としても使えるので、うん、まあバラエティ豊かないろんな必殺技を持ってるっていうことで俺は結構好きですね。でも第2位なんですよ、アースウォーカー。それでは分かってた人もいると思うけども、第1位、1位はブルームーンです。これね、ダントツです。俺としてはアースウォーカー1位になってほしいんだけども、やっぱ実際使ってみて強いのよ。しマルチで入ると大概みんなブルームーンなのよ。うん、まあ、なぜかってブルーストリームが強すぎる。うん、範囲が広すぎるのよ。なので途中のね雑魚戦で、まあ使えるし、ボス戦も結構安全地帯から撃っても当たるので、あ、MVP を取る確率は高いね。でさらに次のアップデートの高難易度クエストでね、デバフがね結構優位になるんじゃないかな。うん、アイシクルウィンドのあの凍結スキルが、あれが結構使えるようになるんじゃない？あれで敵の必殺技を潰すっていうのが、重要になってくる気もするので、うん、まあとにかくブルームーンは強い、自分で使ってても思うし、まあマルチで、使用率見ててももうダントツナンバーワンなんで、これはもう1位にするしかないですね。はい、1位はブルームーンです。はい、ということで今日はですね、ヒーローのランキングトップ5やってみました。まあ4位は2体いるんですけども、まあこういう結果ですけども、どうでしょう、皆さんの予想は当たりましたかね。うん、まあまあこれ俺のね個人的な意見も入ってますのでご了承ください。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや